何か生命が宿るのではないでしょうか。火が復活するのですか。今までに見たことのないほどの反応だ。わあ、シカポケモンです。はい、どうもサニショのテッドです。では本日もニューポケモンスナップやっていきましょう。まずはなんかリクエストがあるらしいので、それをちょっとチェックするところから。リッタ、ハガネルの一休み。ハガネルとオンバットって仲良しな気がするんだよ。一緒にいたら普段とは違うところが見られるかも。なるほど。レベル2になったらなんか調査できそうな、そんな予感はするね。さて、前回すべてのイルミナポケモンを調査し尽くしたと思ったら、最後チェックできるところが増えたと。それがこのなんか遺跡に書いてあった最後の中央にいたポケモン、イルミナポケモンがいるのではないかという噂を引きつけてやってまいりました。集合遺跡、アウラム島の集合遺跡、忘れられた島に眠る太古に作られた謎の遺跡。そうだ。はあはあはあ。ここもまた普通に調査してイルミナオーブをゲットしてっていう感じになるのかな。そうかもしれないね。行ってみましょう。遺跡、果たして何が待ち受けているのやら。ちょっとワクワクしますね。また新しいポケモンがいっぱいいたりするのか。どうだ。ちょっとした谷底みたいな感じですけれども。ほう。お、なんだ、ヘルグル、めっちゃ威嚇された。なんだ、あ、あー、柳葉だ。柳葉、私らが反応があったのは奥だよ。慎重にね。はい、これはクリスタフラワーです。はい。わっ、めっちゃ見られてる。守護神的な。あ、逃げた。なんだ、ここか。ん、見れないぞ。ん、あ、塞がってる。だってそう、なんかしてもらわなきゃいけないのかな。私らがクリスタフラワー、光ってる。クリスタフラワー取れたな、早速。あいつらってあんな風に本当にふわふわ飛んでるんだね。かわいいの。あ、またヘルガーだ。ガウガウ。尻尾、悪魔みたいになってんだな。なんか、壁を見て、あ、いいね。なんか骨みたいだな、こいつ。あ、ヘルガーの群れだぞ。首輪してるみたいだな、こいつ。ワンワン。めっちゃ見るじゃん。ヘルガー、お、なんだこいつ、シンボラ。うわ、なんか見たことある気がするな、シンボラ。おー、なんだこいつ。あ、ヤトウモリ知ってる。うわ、名前を忘れたが。野党がいる、野党が。おお、いいの取ったな。シンボラーもなんか見たことあるな。不思議な。おっ、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 壊れる。シンボラーが、わあ、なんだこれ、ゲーミング遺跡だ。ゲーミング遺跡。うわっ、あっ、ゴルーグ、あいつも知ってる。うわあ、なんだこりゃ。とんでもねえとこに来ちまっただ。なんだ？あ？ハートの形がついた跡、たくさんついている。どういうことだ？ハートの形。ゴルーグ、シンボル。聞かない。あ、こいつも知ってるな、オーベム。なんかこういうエスパー的な存在がいっぱいいるね。ちょっと光った。怖っ、オーベム。あ、ヘルガー。のっしのっしと。何かを表していそう。わあ、すごい。怖っ、ゴルーグ。うら、暗い。反応せず。反応しているのか。あ、あれ以上は来れないのか。ポケモンを表しているっぽいけどな。クリスタフラワーがあるな。うん、ん、なんかの跡だな。鋭くえぐられた跡。ヘルガーにやられたわけではないのか。私らがが何かを見ている。
クリスタフラワーの近くにいるんだな。音を鳴らしても関係ない。イルミナポケモンだよねこれね。モスラのやつじゃないか。やはりそれぞれの形。あ、なんだ、肩に止まってる。ネイティが肩に止まってる。ラピュタっぽい、ラピュタっぽいな。ネイティ起きはしないか。起きはしない。うん、多分そうだよね。ということはこのなんかクリスタフラワーも、あ、前頭のクリスタフラワーなんじゃないか。すべてが集まってる。クリスタフラワーが赤道と同じ配置で咲いている。意味がありそうですね。オーケー。ゴルーグは動かないのか。眠りについているゴルーグの奥に謎の台座あり。何でしょうかこの謎の台座、気になりますね。うん、ああ、終わりか。クリスタフラワーをぶつけることによって何か起こるのかもしれない、ね、うん、なるほど。興味深い遺跡でしたね。果たして。まあ一発で何かを解決できるというわけではなさそうだったな。帰り、正しいルートの写真楽しみだよ。いろいろ撮れはしましたよ。まずはヘルガー、レベル3が1個か。でっかいのも撮れたけどな。まあこれじゃあ吠えてるやつ、吠えてるやつがいいらしいな。私らがどれもこれもだな。ネイティシンボラー、これいいね。こんなのもう兵器だよな。エヴァンゲリオンの世界だよね。雇う森と。ゴルーグはいろいろ取れたが結局、これかな。おー、ベム。うん、使ったところか。そして、光っているクリスタフラワーと。OK。なかなかいいんじゃないでしょうか。エルガー、新発見だ。ナイスタイミング。ナイスタイミング。いいね。私らが。新発見だ。いいね。いいね。ああ、そんなに良くもないね。ネイティ。新発見だ。いいね。お。ああ、3300。まあ限界あるよね。シンボラ、ネイティ、シンボラ。新発見だ。これすごい瞬間じゃない。こちらを威嚇している。なるほど、威嚇なのか。あれはレーザーとかを放ってきそうだけどな。ヤトウム、新発見だ。いいね。3444、不吉な。ゴルーグ、新発見だ。 XP とかいう名前じゃなかったっけな。なんか古いパソコンみたいな、そんなニュアンスでつけた気がする。オーケー、あー惜しいね。もうちょっと大きく取れればよかったっぽいな。そして光ってるクリスタフラワーです。新発見だ。イルミネ状態を撮影できたのは初めてだね。他の島のエネルギー要素を全て持ってるようだ。これはクリスタフラワーの原種かもしれない。ほう、ということはあそこにあるクリスタフラワー全部に反応させることができるというとんでもねえクリスタフラワーなわけだ。なるほどね。レベルは上がれー。上がらず。最後の調査隊。草、炎、探偵助手。うん、うん、お、お、新しい報告があるよ。まあオーブができましたよとかそういう話だろうな。なんかすごい遺跡があったよね。そうだね、そうだね。それも2種類あるみたいなんだ。2種類？そう、入り口の遺跡と奥の洞窟は少し違う感じの。ほう、なるほど。何かをすれば開くのかな。洞窟の方は後から急いで作ったような、急遽
こしらえたんだ。何かをしなければいけない。ひょっとしたら隕石が関係しているのかもしれないね。他の島の花も咲いていて、すごく不思議な感じだったんだから。各島のエネルギーが集まっている証拠だね。あの場所の謎が解ければ先に進めるはず。イルミナオーブの開発もできているよ。早仕事。博士の仕事の速さ。君たちの調査に期待しているよ。はい。君たちと言いましたね。頑張りましょう、皆さん。ピーター、フィル、頑張ろう。フィルに至っては登場すらしてないが、頑張ろう、一緒に。どれどれ。リクエストもあると。滑空の瞬間。これ、もうちょっとでいい写真だったよね。あ、なんかが飛んでんだな。早くてうまく撮れなかった。なんか早いのが飛んでるらしい。2匹のゴルーグ。これだ、取り逃がしたやつ。すっげえ悔しい。何かって、ヒントはこの写真だ。なんだろう。この間取り逃がしたことをフィルも一緒にいたのかな、ひょっとして。一緒に調査してくれているのかもしれないな。まあまあ、ともあれ、もう一度、今一度行きましょうという感じですよね。レベルも上げたいけどな。とりあえずオーブを手に入れたので、これをもう端からぶつけまくっていけば何かが起こるでしょうと。たところでしょうか。早速、ヘルガーにぶつけてみようかな。もうすごい超スピードで。私らがうら、あ、取れない。早すぎて。ここは何もできないよね。あそこにオーブがある。光らせはしたが、だからといってっていう感じか。飛んでっちゃった。うん。まあ下に行くしかないかな。あっ！やっと思う。あっ！オンバーン！オンバーンじゃん。ギュ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 。わっ、苦しんでる、オンバーンが。あっ、落ちた。大丈夫か、オンバーン。オンバットの進化した姿。うわ、かっこいい。近くない？ちょっと。オンバーン。近いな、オンバーン。ヘルガーもめっちゃ見てたな。あっ。かっこいいな、オンバーン。マーク5の進化した姿。これがオンバーン。ギャーギャーギャー。うん。さあ、ここからが本番ですぞ。なんだろうね、この光っているのは。何が光っているんだろう。お、ネイティー。うわー、すごい。やばいやばい、大暴れ、大暴れになってる。すげえな。威嚇なのか、これが。イルミナオーブをぶつけたいが、もっと近寄らないとぶつけられないな。ネイティー、ネイティー。おお、よっ、光らせた。おお、やはり反応終わりだ。光らせれば良いと、そういうことなんだな。うん、こいつにオーブをぶつけて、おっ、ガタ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 ピシいったな。はい、光らせる。一体何が起こるんだろう。エネルギーが集まり、これはなんだ？これは、なんだろう？なんでもないのかな？ん？ここのぶつけるべきものがないぞ。クリスタフラワーが。あれか？よし。鋭くえぐられた跡。何が鋭くえぐったんだろうね。私らがちょっと邪魔だな。よっ、当たってるのかこれ。飛んでった、飛んでく白髪が。よし、危ない。
白髪が飛んでってるからよ。これ、あ、起きた。かわいい、ちっちゃい。あ、どけないといけなかったんだ。正解なのかな、じゃあこれで。食べてる。うんうん、これで光は灯ったか。全部に光らせることができたのか。あ、あれ、光らせて、いや、光らせたよね。うん、真ん中が灯ってないぞ。あ、雰囲気が少し変わったかな。全部が灯ったぞ。オルーブの後ろに何かあるのか。なんだ、めっちゃ光が灯ったが、後ろにオルーブがどいた。うん、一体、お、なんかここに近づこうとしているが大丈夫なんだろうか。オーベブが何かを見ているぞ。お、なんだ、遺跡が目覚めたようだね。遺跡が目覚めた。目覚めさせてよかったんですか、博士。大丈夫なの。大体こういうのってなんかやばい力が中央に集まり、何かの砲台なんじゃないのか、これは。惑星外へ向けての砲台。そこから上に行けそうだね。結構気軽に行くよね。気軽にいろんなことさせるし。転送スポットを固定するから。転送スポットを固定するから一旦ベースキャンプ。どういうことだよ。またここに戻ってこれるよみたいなこと。博士って結構いたんだよな、多分な。こういうのホイホイ、何の調査もせずにこういうの思いつきでなんかやらせたりするから。オッケーなんだな。一人で研究してるっていうのも、あるいはそういうところが原因なのかもしれないね。新進気鋭とはよく言ったものです。おい、あー、新発見だ。いいね。あー、頑張ったんですが。ベストタイミング。シンボラいいね。4700。いいね。ドル、いいね。お、オーベブってなんか他の宇宙から来たみたいな、宇宙からやってきたみたいなポケモンじゃなかったっけ、違ったかな。クリスタフラワー絶対こっちの方がいいだろう。よし、レベルが上がるかな。やった、敵レベル2です。光のエレベーター遺跡。おお、この写真すごくいいね。そうかな。どういうあれで博士はチョイスしてるのかちょっと分かんないけど、あ、報告があるらしい。はい、さてさて、ついに来たね。地形から推測すると、おそらく転送先は最初に見た門の奥、遺跡中央。あ、つながっていたのか。なるほど。わあ、そこにあの壁画の真ん中のポケモンがいるんだよね。あ、いるのか。そう、ついに出会える瞬間が来たんだ。ほう、出会ってしまうのか。その瞬間はやっぱり君に任せるよ、博士。それでいいんですか。博士も生で見たいのでは。譲ってくれるとは一体どういう、あるいは危険があると理解しているからかもしれないな。博士、俺がカナリアだったんだ。前回の洞窟かなんかでカナリアが必要だなっていう話してたけど、カナリアは俺だったんですね、博士。チキショウ、仕方ねえな。仕方ねえな、ちゃんと取ってこいよな。あれ、フィルも行かないのかい。よろしく。イルミナポケモンによろしくね。あ、全部俺が一人で行くんですね。いい表情するようにだったんじゃないか。久しぶりに見たぞ、トール。いたのか。では元気よく行っておいで。なんか最後の挨拶みたいな、別れの挨拶だったな。みんな、みんなそんな俺がいない間に何かを決めてたんですか。この形は言うまでもないかな。ぜひここにいるところを取ってきてね。言うまでもないかなって言われた。なんかさ、鼻の頭がハートの形のやついたな。心森、違うかな。違うか。
ヘルガーの息抜き。ヘルガーはいつも周囲を警戒しているね。疲れないのかな。ちょこんと乗って。この前投げたフワリングの上にネイティが乗ったの可愛かったの。へえ、そういうことがあるんだ。それはぜひとも収めたいですが、行ってみましょう。よし。奇跡の中央イルミナスポット、いいのかな。もう行ってレベル2遺跡も気になるけれども、まあじゃあさっと行ってきますか。じゃあ行きましょう。イルミナスポット、ゴー。なんだろう、最後のポケモン。ちょっとわからないな。お、木だぞ。動く弱いけど反応の正体はそれのようだね。この木が、なんだなんだ、何か来たぞ。上からぐる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 。うわー、囲まれた、助けて。そしてそれがなぜか気になって、わー、光が集まりました。何か生命が宿るのではないでしょうか。火が復活するのですか。今までに見たことのないほどの反応だ。わー、シカポケモンです。わおー、何こいつ。これは、わー、シカなのか。お、僕らが探し求めてきた最後のイルミナポケモンだ。ほう、頼んだぞ。え、球体になって逃げちゃったぞ。まことぬし様、誰神なんかになりたくない。あれはシシガミ様、あれこそシシガミ様なのかもしれないな。ただどこへ行ったかはわからない。オーブをぶつけなきゃいけないのか。やつ、お、なんか飛んでたな今。これはなるべく急ぎ足でちょっと向かってみるか。この辺になんかいたぞ。あれだ、あれにオーブをぶつけるのか。なかなか、なかなかだぞこれは。そのオーラにイルミナオーブを当てるとどうなるかどうなるかな。いや、わからないですけど、いいんですね。本当に世界が終わっても知らんぞ。当たらないよ、むず。あ、くそ博士、博士もっとオーブを出せるやつにしてください。めっちゃ、え、マジで当たらん。あっ、これ、これ当たらない。うわぁ、え、消えた。一発も当たらなかった。古代遺跡、あっ、また壁画があるね。あっ、そこにいるな。あ、ちょっと当たったんじゃない。あ、ちょっと当たってんじゃない。あ、出た。なるほど、まず当てることにより地下状態にして、さらに当てると。ゼアルネス、違う、ゼルネアス。あいつの名前はゼルネアスというらしい。光ったぞ。真ん中はゼルネアスだった。あ、結構有名な、有名なポケモンなんですか、ゼルネアス。私の知識がないばっかりに。追いかけろ、ゼルネアスを追いかけろ。壁画にひょっとしてゼルネアス、あ、これゼルネアスなんだ。有名なやつなのかな。ちょっと僕はご存知なかったです、存じ上げなかったですが、ゼルネアスのこと。ああいうポケモンもいるんだな。どこ行った、逃げられたぞ。ゼルネアースに逃げられたぞ。もっと奥へ行ってしまったのかな。穴があるぞ。あの穴に肩が弱くて届かねえ。うん、なんか帰ってきたの。終わりなのか、あの瞬間。あ、なんか来た。ゼルネアス、美しい鹿だね。ちょっとでも生物っぽくないな、なんか。
なんだ、何かこうオーブと会話をしているようなそんな印象さえ感じるが、逃げないのか。あっやばい、このままだと飲み込まれる。飲み込まれない。うん、何か会話をしたな俺ゼルネアスと。任せたよ、お前に全ての力をあげる。この力を好きに使って地球を救って。そんな声が聞こえた。俺が救わなきゃいけないこの地球を。どうなっちゃったの。俺の使命は地球を守ること。そして地球を守るためには邪魔な存在が人類、それが人類かな。一体何だったんでしょうか。何かを託されたような気がするんだけどな。うん、話したいことがたくさんあるけど、まずは評価を。取れたかな。あ、一応取れてた、よかった。古代遺跡、よし。大した写真ではなかったが、まあ一応収めることができたね、よかった。すごい、ゼルネアスか。すごいことなんだよ。5000点、すごいことなんだよ。古代遺跡もいいの取れたね。新発見だ。うん、レベルアップ、よしよし、一歩進んだね。ひとときの目覚め、フェアリーコレクター。フェアリータイプなんだ。へえ、王国があるよ。本当にイルミナポケモンがいたね。壁画の通りだったね。うん、つまり壁画にあるのは実際に起こったことなのか。ゼルネアスがみんなに呼びかけてバリアのようなもので隕石から守ってくれたんじゃないのかな。レンテリ地方全土を覆うほどの、お、絶対にそうだって、遺跡を作った昔の人たちもイルミナポケモンに協力したってことだよね。そうなのかな。だとしても隕石は2000年前のことなんだよ。ゼルネアスはとっくに復活していても。復活？復活とかそういうポケモンなの？あの木のことか、それとも多分すっごく大変だったんじゃないのかな。2000年経った今でも足りないくらい。博士は納得してない様子だね。そもそもあの壁画はいつ描かれたと考えてる？え？そしてそれを描いた人たちは？もう何にもわからん。なぜ君はイルミナポケモンたちに出会えたんだろう。やはりそこですね。やはりキーとなるのは俺か。俺の調査をしようって言い出すのかな。わかるよな。わかるよな。え、ね、何、え、何、みんな何分かってんの。なんでなんでなんで。いいハンターだからだ俺が。多分いいハンターはポケモンに好かれちまうからだな。そういうこと。じゃあ逆に言うとこの人たちは全然ポケモンに好かれない存在。そういうことなのか。お前たちそれでいいのか。ショックじゃないのか。ポケモンが大好きだからに決まってるじゃん。ポケモンたちもきっと大好きだよ。そういうこと。まあ俺はいいけどさ、その好かれてるっていう感じが。簡単なことだったのかな。リタやフィル、そして博士に至っては全く好かれてないっていうことになるんだぜ。あ、博士もまたみたいな感じになった。はか、あ、あれ、あれー、終わってしまいましたよ。あ、これで終わりなんですの。なんかエンディングが、あ、ひょっとしてこれは俺が撮った写真なのかな。俺が撮った写真たちがこうやって飾られていってる気がする。
あー、俺が撮ったやつじゃないかな。違うかな。どうだろう。あー、でもちょっと違うかもしれない。あー、でも撮ったやつだ。さようならありがとうのやつじゃん、これ。いやー、これで終わりか。そうですか。まあ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 、なんか、あ、なんだこれ、こんなの撮ったかな。あ、次はここみたいな感じか。いや、面白かったけど、面白かったけど、もっとなんか、いや、どうなのかな、もっといろいろ撮りたかったね。でもなんか、なんていうのかな、出てくるポケモンの数ももちろんまだまだいるんだろうけど、そのレベルを上げたりね、していけば撮れる瞬間っていうのもいろいろあると思うんだけど、なんかやっぱ程よい感じがしてよかったな。その僕が求めているポケモンに求めているものがちょっと詰まってたっていう感じがするんですよね。やっぱポケモンってすごくシリーズを重ねてるにつれて、多分出てくる登場してるポケモンってのもめちゃくちゃ多いと思うんですよね。でそれを一作にこう出さなきゃいけないっていうので結構無理してるんじゃないかなっていう感じがしてて、だからこそこういったなんていうのかな、生態系に特化したようなポケモンっていうのは僕にとってはすごく興味深いというか、まあ楽しい、こうなってるんだとか、こうなのかなとかね、そういう関係性なんかもちょっと分かったりするところなんかもいいし、生態系なんかがねちょっと浮き彫りになる瞬間があるとかいうのもいいなっていう感じなので、僕はもういっそのことね、ポケモンっていうのはまたちょっとずつちょっとずつ絞って、この作品にはこんだけしか登場しません、この作品にはこんだけしか登場しません。で、なんだろうな、そういうポケモンで戦わせるところにはまあ出ますみたいな感じのやり方でいいんじゃないかなってもちょっと思ったりもしてるんでね。まあそうじゃないって人意見ももちろんあってもいいんだけど、僕はそう思うので、なんかこういったポケモンってちゃんと生きてるんだよねみたいなところを、なんていうのかな、特化した作品っていうのがとっても素敵でしたね。楽しかった。うん。年末なのかなに、ダイパー、いわゆるダイヤモンドパールという作品のリメイクが出るっていう話があるらしくて、まあ僕はこのポケモンを、レッツ&ゴーピカチュウ、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウと、ソードシールドとこのポケモン、ニューポケモンスナップしかやったことがないので、ダイヤモンドパールっていうのもちょっと気になるね。どういうものなんだろうっていうのはすごくワクワクしてます。このポケモンスナップもなんかダウンロードコンテンツとか出たりするのかな、どうなんだろう。まあもしそれがね出て出るようだったらまたちょっとやっていきたいなとは思うかな。この辺はもうつい10分20分前の出来事だから、そんなにこう思い出感を出されてもあんまり思い出には なってないのだが、まあまあまあいいでしょう。最後もうちょっといい写真で終わりたかったね、うん、あ、そして俺が撮ることができなかった人の写真、その写真で終わり。あ、池袋も元気そうじゃないか。いいね。ヒュム。なんか後日談みたいなのあるのかな。お、ありそうだぞ。あ、長らくこうしてなかったから暗かった。いろんなことがあったよね。あ、おかげでレンティル地方全土にわたって調査できたよ。ありがとう。ありがとう。君たちのおかげだよ。研究しなければならないことがたくさん増えたけどね。私もまだまだ手伝うんだから。うん、頼んだよ。そして君の調査もまだまだ続くよ。博士、あの説明は、あの説明、そうそう、そうそう、ルートスコアという新しい機能を作ったんだ。ルートスコア、各ルートで1回の調査全体を評価する機能なんだ。何よそれ。いい写真だけじゃなくたくさんのポケモンを撮るのがコツかな。ちなみにオンラインではランキングもあるんだって。後で見てみてね。ちょっと何言ってんですか、急にオンラインとかやめてください。もう一つ素敵なお知らせがあるんだよね。はぁ、連射モード、おお、連射モード来たー。そ
それは絶対いいやつじゃん。1回のシャッターで連続した写真が撮れるからベストなタイミングが撮れやすくなるよ。めっちゃいい機能じゃん。設定台機能のオンオフができるから試してみてね、役立つと思うよ。師匠も博士もやっぱすげー。ちょっとまた調査に行ってくる。ではこれからも楽しみながら君だけのフォト図鑑を作り上げてね、永遠に。なるほど、まだまだできることはあるでしょうと、そういうことを言っている。お、まだあるのかい？もう楽しそうだな。いい話ってなんだよ。聞きたい？そっちが言い出したんだろ。まあまあ、博士にお願いして会場の夕方に行けるようにしてもらっちゃった。おーおー、いいじゃない。すげえじゃん。でしょう。絶対綺麗だと思うんだよね、会場の夕焼けって。夕方がいい写真が撮れそうだな。あ、一番に行くのは俺ね。いいよ、先に行け、フィル。俺とリタは後で二人で一緒に行くさ。偉大なる調査隊、レンティリティ法を一通り調査した。うん、お、ドットか。いいのをもらったね。そしてリクエストはまた増えていくと。あー、遺跡の幻、この結晶体に気づいたかい？もし中に眠るポケモンに出会えたらお祈りをしているところを見てみたいな。お祈りをしているポケモンがこの中にいるらしい。ゼルネアスの力。はあはあはあ、この辺りでなんかするんじゃないのと。なるね。他は虹のかけら。火山には伝説と呼ばれるポケモンがいるみたいだね。へえ。ゴローンの奥の手。4本腕だけど内側を使ってるのはあまり見たことがないよね。あれって取れるの？取れないんじゃないの？あれくっついてんじゃないのか？なんか進化の失敗で動くのか、あれちゃんと。夜空をかける7つの星。メテノのコアの色は7種類あることが分かってんだ。一度に全て取れたら爽快だろうな。幻の公園の幻。いいことしててあげようか。花畑には特別なポケモンが隠れているんだよ。喜んでるとこかわいいの。へぇ、そうらしい。まだある。かわいい潮吹きを。吠える子って吠える子みたいに潮吹きするのかな。お前も気になるだろう。ふん、リクエストはいっぱいあるみたいだね。まあ、せっかくなので会場行ってみようかな。会場 U、 ここ行きましょう。ちなみに連射機能はオンなのかな。連射機能でひょっとしていっぱいフィルム使っちゃうのかね。使っちゃう可能性は多そうだが、夕焼け、夕暮れの会場にやってきたのだ。ちょっと設定をしていいですか。3枚、4枚、6枚と選べる。3枚にしようか。これでガシガシガシと撮るのかな。すっごく綺麗なんだから。いいね。よっ、光った。まあいいかが飛んできた。なるほどね。ああ、なんか入ってる。大丈夫か。すげえ、バッチシ真ん中じゃん。大丈夫 か。悲しい顔してない。でもゼリガメが、これは結局何なんだろうね。なんかがいいのかな。結局分かんなかったな。うん、あいつがいるじゃん。ライチュウ。当たらねえ。下手すぎて。これを連発で出すモードが欲しかったな。全く当たらんかった。あ、ターンした今。やるじゃん。もう一回見せてくれ。ターンを。お前のターンを。見の取れたよ。不安定。三枚一気に行くとでもなんかむずいね。当たらん。追える子は寝ていると。追える方か。お、グモ、グモも寝言なのか。あ、近い。おうおうおう、爆発はしないのか。さすがに、さすがに爆発はしないか。したら、ことだから。ああ、なにこいつ。
アシレーヌ、知らないやつだな。セイレーンみたいな感じの人魚的な存在なのか。なんか出してる。あっ、なんか入っちゃった。人に見つかるのが嫌なのかな。あ、でも泳いでるよ。アシレーヌ、歌に反応しないか。うん、サマンサいるね。当たらんな。ん？なんだ？ブルーホールの中に何かいるようだ。何がいる？わあ！なんだっけ？シャワード。シャワードだ。かわいい。あ、めっ、あ、ちょっと待って。あ、あ、あ、どうした？どうした？そのかわいさどうした？ピュン。いいね。いいね。いいねって言うんじゃないよ、ぶつけてるところに。かわいいなぁ。お！レクサスがいっぱいいるなぁ。ちょっと3枚取っちゃうの。いいような、良くないようなだね。結構ギリギリの。なんか中にいるなぁ。殻の中に。ドヒドイデがいないよね。ドヒドイデしかいないのかな。レクサス。ポンポン。レベルが上がったらまた何かいるかもしんないなぁ。いやぁ、ちょっと終わった後も、エンディング終わった後も楽しめるゲームじゃないか。入っちゃうね。まだ見たことないポケモンいっぱいいたなぁ。アシレーヌ、綺麗だね。水のバルーンで遊んでいるのかな。最高の瞬間が撮れているよ。ただ点数は低い。シャワーズ、これいいんじゃない。なかなかギリギリのタイミング取ったよ。あー、そうでもない。ラプラス、いいね。タールル、いいね。ひどいで、いいね。 OK。レベル上がるかな、うん、上がらず。うん、あ、ルートスコア出た。そうそう。あー、なるほど、全体の調査ね。ハイスコア更新。1、10、100、1000万、10万、100万。189万6630点出したよ。なんかもうインフレ起こしてない、スコアが。いいんすかこれで。私が一応ね、このシリーズで今のところ最後に投稿するのはこれ、題名は初登場の鉄球使いが力を誇示するとき。まあ大体あの漫画とかでいろんな武器があると思うんだけど、まあ、鉄球みたいな鎖の先に鉄球がついたような武器があると思うんだけど、モーニングスターみたいなね、ああいうのを使うやつが自分の力を誇示するときに、まあ、大体こう地面とかにバーンってぶつけて、うわー、あんなの食らったらひとたまりもねえみたいな感じのやつ。まあよくあると思う。まあ、大体当たんないんだけどね。大体その鉄球は当たりませんけど。これアップロードしましょう。うん、いいですね。さあ、というわけでポケモンスナップ長らくやってきましたけれども、まあまだまだね、全然できてないこともたくさんある。からちょっと個人的にやっていこうかなと思うんですけども、まあ動画としては一旦ここで
終わりにしようかなと思っております。いや本当にねいいゲームです。これ楽しい、みんなにもやってほしいですね。これはぜひぜひプレイしていただきたいと思います。まあ、またポケモンもねいろいろ触っていきたいと思いますので、まあ、ぜひぜひお付き合いいただければなと思っております。それではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。